どうもこんにちは、なっちでございます。13です。本日新しいフェスゲンのキャラクターが実装されまして、貴族星の妖精王アルバート実装されました。ガチャ引きました。配信しました。6体引けました。なかなかやっちゃってますよね。初日6体はなかなかやってるんではないでしょうか。一応艦隊も組めますが、スキブがゼロなんで艦隊はとりあえずは予定ないです。変身したらこんな感じです。無効貫通3つに7コンボ強化3つ。ただ攻撃力めっちゃ低いんですよね。なんでしっかりとこの無効貫と7コンボ強化を発動させてやんないと本領が発揮できませんよと。ちなみに体力回復なんで他のステータスはやばいです。スキルは4ターンで操作延長とエンハンス。やっとですよ。貴族生こういうね、小回りの効くエンハンスがなかったんですね。しかも木を6つ作るんで、まあほとんど無効貫は作っていけるんじゃないかな。ということでやっていきましょう。パーティーはこんな感じです。すごいよね。こいつもなんかエルフっぽいし、アリナちゃんに関してはもうエルフって言っちゃってるし、ちなみにこいつはシルフ。裏ではありませんが許してください。もう何回も言わせないでください。早く超転生してください。いきます。まずはね、チャコりましょう。チャコる動詞。チャコって威嚇します。で、山つかみなんだかんだつけてくるっていうね。あんだけボロクソ言っといて。なんかね、体勢的にもね、やっぱね、使えなくないんだよな。で、アリナちゃんを変身させてからデクレドン。はい。これでもまだ溜まってないんで、軽減しながら溜めていきましょう。もうね、稼げるとこは稼いでいきたいんだよね。ブームつけれるとこはつけていきたいから、ちょっとここケチってしまいました。真ん中倒せる。真ん中倒せたってことはもう無限耐久可能じゃん、これ。自動回復もあるしさ。ねえ、こんだけでいいよ。はい、溜まりました。リーダーさえ変身できればね、とりあえずいいんで。フレンド枠はいいや、ほっとこう、一旦。5ターン軽減があるんでね、これをね、後々にも活かしていきたい。とりあえず、無効貫なしだと、デクとそんな変わんないよね、倍率はね。そうだよね。同じだもんね。ただ、無効貫組むとね、デクより2つ多いですから。そこの火力が気になります。さあ、ここ組めるんでしょうか？怖いですよ。7×6 怖いですよ。ちなみに昨日ね、コメントをたくさんいただきました。闇は最後、ケサン食ってもどうせ降ってくるんで、ケサンでいいよっていう話をね、ロック関連の話をしたんですけど。怖いっすねー。軽減ついてるからワンチャン耐えるとかないもんな。そんな甘いもんじゃねえよな。ただこれは頑張ればいけそうな気がするんで頑張るわ。イエス！イエスイエスイエス！ここの一発突破はでかい。だいぶモチベーションにね、関わってきますからね。で、ここでレオニスが来ても軽減が残ってるから、おい、継承で済みます。しかも、まだアリナちゃんの自動回復残っている。ただ、ここはね、デクですかね。デクりましょう。無効貫分ありますね。さすが 7×6 マス。無効貫組んでやりましょう。操作時間は延長しないと意外と短いな。初無効貫参ります。どうだ？どうだ？すごい！デグと6倍ぐらい差がついちゃった。半端ねえな。さっきまで一緒の倍率だったんですけどね。30万倍とかまでいっちゃったよ。なんなんだ30万倍って。いや、いいんじゃない？これ。貴属性来たんじゃない？復活。欠損してるんで使いましょうか。1枚ぐらい使ってもね、バレへんかってことで、使ってみます。これで操作時間も確か2倍なんで、19秒まで伸びますから、無効貫もね、多少余裕ができますよ。延長した割には下手。延長した割には1コンボ損失してる。おぉ、カンストしてる！やべえ！これ待って、無効貫でアルバート使ったらカンスト疑惑ない。うわ、めんどくさ。これまたデクが頑張んないといけないやつじゃん。アリナちゃん右に置くべきだったじゃん。チャコルの位置絶対間違ってるじゃん。でもここはね、光でね、無効貫するっていう手もあるんですよ。
光無効感によってデク頑張る事件で超根性発動してオッケーで伊之助使って突破と。いやこれカンストマジだったらさ、無効感がないとどうやらダメみたいですね。おいおいだよそれは、耐久確定だ。いや無効感組んだ時の火力はすごいんだけど、逆に無効感がない時の火力が低いから、さっきみたいなことが起きてしまうというパーティーっぽいですよこれ。ってことはじゃあここカンストするんじゃない、またグームが溜まりそう。炎破しちゃいますよ。さあどうなることやら、ワクワクですね。だってさ基本無効感プラス1コンボぐらいあるじゃん、 7×6 だし。ワクワクですね。さあ来い、来ますよこれきっと。ああカンストだ、落ち込ん入っちゃった。やば、極端すぎんかこのパーティー。ちょっとアリナちゃん溜まってもしゃあないんで使っときますわ。グームが溜まってもね、無効感が、トリエのパーティーに無効貫通のスキルはいらんですよ。余裕だね、無効貫通ならやっぱ余裕だね。これ4枚欲しいな、4ループさせてえな、欲張りすぎると思うけど毎ターン使いてえわ。炎破、炎破ってか延長、そして寄生生。ほらなんだっけこの人、ダークレディすらさ倒せんのやって、色ないって。ちょっとちょっと大丈夫これ、さすがに耐えれるか、怖っ。てかなんでインドドロップなの、最近あるけどさ、なんでそのドロップなのっていう現象はあるよね。でこいつもきっと無効感組まないと倒せないんで、思いっきり回復してからデク使いますね。やっぱデク再評価路線これ来てますね。このスキルの軽さはいいぞ。無効感分もね、 7×6 なら基本あるし。惜しい、もう少しでカンストでした。こっからだよなぁ。あとは延長が定期的にできるとはいえ、超暗闇で無効貫通つながってしまいました現象がね、特にこの生成のやつはさ、ドロ強じゃないわけじゃん、怖いっすね。降ってくるドロップはね絶対にドロ強だから問題ないんですけど、 L 字入っちゃう。どうですか、感想じゃないですか。落ち込んなくてもカンストです。90万倍、90万倍。デクさん、デクさん気が少ないです。暗闇に混ぜんのやめてもらっていいですか、怖っ、怖いなこれ。もう妥協していくしかない、ここは無効感さえあればという妥協で。暗闇デク陣ちょっと怖いですね。ここもまとめてお掃除です。メアも怖くねえな、炎破2倍だけで大丈夫かなと思ったけど、こんな2人完走するんだったらね必要ないですね。これはチャコチャコか、これはチャコっちゃおうかな。いいよね別に、消せないドロップこの先そんなないし使っちゃいますね。あ、威嚇も入るんだ、二つの意味で刺さるんだここ。なんか倍率が出ましたけど、ちょっと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 勝手に倒すなってお前ら、何やってんねんマジで。うわー、威嚇ここで使うべきだったんじゃねえか。なんかただのあれだよこれ、コンボ加算と固定ダメージがある相性のいいパーティーになっちゃったよ。とりあえず木が5個あれば耐久できるみたいなんで耐久しますけど、回復もしながらね。チャコル側はでも6つつなげないと出ないから、5個つなげで
耐久するか。あ、いいですね。ガブリン長。オッケーオッケーオッケー。なんとか耐久はできそうです。ここはもういいよね、繋げちゃって。なんかチャゴルは懐かしいよね、6つっていう。最近のキャラクター5個でいいからさ。6つ繋げるっていう。はい、お疲れ。メタルを回収しました。さあ、そしてここですよ。ここはね、もう早速やってもいいと思うな。一応まあ落ち込んなしがあるから、一旦だけ稼いどこうか。超暗闇を消すって意味でも。適当に1コンボして、2コンボになってて、これで行きましょう。繋がってしまった現象だけ気をつけましょうね。見えるとこで無効貫通は組んでいきましょう。それが事故を防ぎます。多分倒したよ。はい、カンスト。いや、お前は耐えるか。そうか。二人でもダメか。苦手属性はさすがにきついか。まあじゃあここはさ、4ターン。4ターン貯めたらやばいわ。3ターンフルに貯めさせてもらって、そっからまた、円発買っていきましょうよ。3人いたらね、ワンパンできそうですね。意味がわからんな。3人いないと倒せない。こいつがおかしいな、まず。1枠のくせに。4枠中の1枠のくせにね。円話でもマジ、木の数によってはね、普通にカンストしそうですもんね。えぐいぜ、このキャラクター。まあ、個人的にはこの暗闇がね、嫌ですね。下手くそなんでね、繋がってしまった現象を、抱えるこの暗闇がやっぱ怖くてたまりませんね。こいつもできればデクで行きたいんだけど、デク使ってさ、さっきみたいに耐えたら嫌じゃん。デネボラ事件がありますから、あまりね、調子乗らないように、このパーティー。めっちゃすぐカンストするからって、じゃあここはこれでいけるわっていうね、その判断は事故につながるんで。とりあえず、アルバートさんを、片方溜め直しての、次溜まる？次溜まりますね。じゃあ、ここで行きましょう。もうこのエンハンスは、常に使うぐらいの気持ちで。ああ、怖かった。繋がってなかったようですね。暗闇がさ、出てたからさ、無効貫通ないけど、シンファさん、どうしましょう。デクで行きましょう。いや、無効貫組めたらいけると思うんだけど、一応保険として使っときますね。やっぱデク陣いいぞ、これ。カラフルでさ、組みやすいしさ。いいと思います。一番左下は木だったはずです。これ余裕でカンストだし、他のキャラクターもワンチャン。行かないのか。どんだけあいつぶっ飛んでんだよ。あいつだけ飛びすぎだろ。ここはじゃあゆっくりと耐久しまして、伊之助も溜め直さんとね、次怖いわけですし、逆に言えばさ、無効貫組まなきゃ、ぶっ飛ばんわけじゃん、火力は。まあ、意外と入ったけど、想像よりか入ったけど、ね、こうすれば、スキルをね、ある程度安心して貯めることもできるんで、この使い分けをね、プラスとして考えていきましょう。じゃあ威嚇してそろそろ行きましょうか。山つかみが活躍しますよ、ここで。シェリング武器もね、ありかなと思ったんだけど、やっぱ山つかみここで使えるし、ヨーユーでも使えるしね。なんか、後々のこと考えるとやっぱあいつの方が優秀だったりするんですよね。目覚めをちょっと目の和線まで持っていきたいから次ぐらいで倒したい。信用できん目覚めではあるが。無効貫組んだらやっぱ強え。一瞬で変わる。パーティーが変わるもはや。よしよしよし。水ではなかったな。水がマジで怖かった。で、アルバートさんのスキルが2枚あるってことはもう勝ちなんですよ、これ。つまり勝ちなんですよ。
ということで、もう初っ端からぶっ飛ばしていきます。パズルミスだけ気をつけろ。暗闇のドロップをね、無視してもね、待って、それ木だ。危ない。無視してもね、余裕ですから。ほら、目覚めない。なんなんだ、あいつマジで。山掴みってキャラなんなんだ。納得いかんな、マジあいつ。腹立つ。肝心なとこで降ってこねえんだもん。勝ちですかね。闇もないし。はい、ありがとうございました。いや、素晴らしい。文句なしですわ、こんなん。やればできるじゃん、貴族生。唯一ね、ドロップがこれだったのが気になったけど、複数いる方がカウンストは安定しますけど、なんか、その木を作る手段がね、あるキャラクターならさ、全然1枚でもいいと思うし、いやー、素晴らしい以外言葉が出てきません。相方もデクじゃなくて、イノスケのね、進化後っていう選択肢もありますし、ただチャコルと被っちゃうからな、こっちは。まあ、チャコル入れないんだったらこっちでお邪魔耐性稼ぐとかもできますしね。いや、今後にかなり未来のあるキャラクターなんではないでしょうか。てか現状で強いし、だいぶ。てかめっちゃ、かなり、非常に、すごく。ってことで、ぜひ余裕ある方はね、スーパーゴッドレス引いてみてください。以上、夏でございました。バイバイ。